ございます。今日のモーニングデボーションの箇所は新明記8章 HK 先生によるメッセージです。あなたは私たちの父です。あなたは永遠に私たちを愛してくださっています。感謝します。あなたは御言葉を通してあなたが私たちと共にいてください。これが私たちの祈りです。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。今日は新明記の8章で、今日のタイトルは荒野から入れかかって上がってくるものを誰と、寄りかかって荒野から上がってくるものは誰、人は誰と。彼らはこの約束の地に上がっていっています。1節から10節第一段落です。これは彼らの荒野の体経験を話しています。そして11節から20節最後までですね、この彼らの地での経験が書かれています。でこの8章を読むとき、私たちは一つ気づくことがあります。神様が私たちがこの良い生活を送っていけと神様を忘れてしまうんではないかと、神様は忘れるだろうと考えています。これは私の力、自分の力で全部得たのだと、自分の力の陰で祝福を得たんだと、私たちの次の世代、次々の世代も彼らはこれは当たり前だと思ってしまう。私たちにはそれはそうだ、当たり前だと考えてしまいます。そして彼らは神様から離れていってしまうのです。彼らは荒野から出てきました。神様は彼らを整え、あるので彼らを叩いて、そしてカナの地に入ることができるようにされました。1節から10節が第一段落です。彼らのこの荒野で生活を送るということの振り返りが書かれています。これ11節から20節はここにはたくさんの未来形で書かれています。将来何が起こるかということが未来形で書かれています。神様は本当にイスラエルを愛しておられることがこの章から分かります。イスラエル人はこうなるだろうと、それでも神様はイスラエルを選ばれました。彼らが良くなっても悪くなっていっても神様はすでにご計画を持っておられる。最悪なケースでも場合でも神様は彼らを回復してくださると。第一段落を見ていきます。このアラドネのこの試練は約束、良い地を得るためであった。たくさんの苦難というのは過ぎ去っていきます。イスラエルの試練は40年間にも及びました。40年した後、神様は彼らは必ず地へと導かれました。しかしこの40年間は忘れることはありません。この去っていった世代、カナン地に入っていく時には神様の律法を守らなければならない。その時にあなたは増え広がるであろうと。一節、この民数記から私たちは気づきます。この60万人の人が
まあエジプトから出てきた60万人いたんですけれど、ほとんどの人はアラノで亡くなってしまいました。そしてアラノ、モーセは約束の地に入るまでもう一度数えます。非常に少なかったんですよ。なので神様は言います、あなたはまた増え広がるだろうと。1節2節、この40年アラノで40年間の試練の目的が書かれています。あなたはこの試みを覚えてなければならない。40年間の間アラノで歩まされた全行程を覚えてなければならない。2節、40年というのはこの試練ということを表しています。イエス様は40日間アラノで試みを受けました。40日を通してイエス様の愛と信頼、神様との愛との信頼が試みを受けました。試されました。しかしイスラエルは神様を忘れ、偶像礼拝をし、神様を捨ててしまいました。非常に彼らにとっては苦しみでした。例えば私たちがもし休暇を取るとして、でアラノに行って、そしてアラノで迷ってしまうなら、あなたと私たちはきっと文句を言うでしょう。神様はこのイスラエルが40年間どのように過ごしてきたのか分かります。彼らの心にたくさん不平不満があったのも分かっておられます。彼らの心がどのようなものであったのかというのを神様はことで語られています。試練というのは最終目的ではありません。試練というのは彼らの心の中に何があるかということを試すためです。1997年、たくさんの人々が香港を去ってしまいました。たくさんの人が、それぞれの自分の、それぞれの理由で香港を去っていきました。それぞれの理由で香港に住まないと、私たちが起こす行動によって私たちの心に何があるのかというのが分かります。神様は全て知っておられます。神様はイスラエルのため自身に自分たちの心に何があるのかというのを知ってほしかったのです。この試練を通ったとしても、私たちは自分の心がどのようなものなのか知らないことが多くあります。私たちの試練に対しての応答、この試練を受ける前は私たちは何か、何でもできると勘違いしている場合が多くあります。しかし主はイスラエルに表しました、彼らの心がどのようなものであるか。この試練というのは私たちの心を知るためです。この本物の動機というのが 何であるかということを神様は示すためです。1997年の話に戻りますけれども、私たちは香港を去って、例えば自分たちの子供のために、非常に特別なことです。私たちはそのアメリカ、1997年、私はアメリカで、学んでいました。たくさんの人々がアメリカに行って、そして子どもたちも連れてきました。子どもたちはみんな、悲しんでいました。なぜなら友達もみんな香港に残してきたからです。新しい文化になかなか馴染めずに行きました。学校でいじめられたりもしました。しかし彼らは子どもなので早く英語を学ぶことができました。誰がマクドナルドで注文できるでしょうか。それは子どもたちです。
なぜ彼らはもう英語が流暢に話せるからです。しかし両親見てください、彼らは英語が話せません。で注文するのが非常に難しいんです。なので子どもたちがいて、子どもが代わりに注文してあげるです。そしたら子どもが両親を見下すようになります。なぜなら両親が英語を喋れないからです。この自分たちの子どものためにこのギャンブルのような行動を起こしてしまってはなりません。もしアメリカに行くなら彼らに中国語を教えなければなりません。そうすることで彼らのルーツを忘れないためです。しかし3世代目はどうでしょう。しかし4代目はどうでしょう。彼らは覚えているでしょうか。きっと自分たちが中国人であることを嫌うことになるでしょう。もう幼稚園の頃から自分はアメリカ人だなと思ってしまうことでしょう。この自分たちの子供のために移民をすると、言うなら、私たちは本当にそれが正しいかどうか考えなければなりません。これは私がアメリカでにいた頃に、見てきたことです。ある中国人はアメリカに根ざして神様は彼らの心がこの本当の動機が何なのかということを知っておられます。自分たちのことをよく知らなければなりません。この40年間の試練の中、3節、それで主はあなたを苦しむ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。1つ目は私たちの心を知るため、2つ目は私たちに何に頼って生きているのか。私たちは食べ物によって生きているわけではありません。人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。もしまあ、鶏肉ですねが来るなら、あるので彼らはこれを得ることができました。何が飛んできました。あ、うずらですね、すいません。モーニングデボーションに来ることは私にとって良いです。そうすることで私たちは神様の御言葉を知ることができるからです。それで私たちの心に何があるかということを知るからです。私たちが何によって生きるのか、生きるべきなのかということを知ることができます。私たちは食べ物によって生きるわけではありません。多くの場合私たちは神の御言葉によって生きていません。この荒野から、上がってくるものは誰と、この画家にありますね。どのようにしてこの愛する人に頼ることができるでしょう。近くなることができるでしょう。この愛する人が頼りがいがあると知るべきですね。4節、この40年間あなたの着物を擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。この着物、またあなたの履物、一体誰が気にかけるでしょう。それはあなたの両親です。あなたが着ているもの、履いているもの、あなたをこの40年間見てきた、着物がちゃんとあるかどうかということも神様は気にしてくださっていました。あなたが、履くものがちゃんとあるかどうか、あなたは人がその子を訓練するような、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。このあるので誰が本当にあなたを愛しているのかということを知らなければなりません。それは 天の父です。あなたがちゃんと履くものがあるかどうかも気にされておられます。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。6節、
これは父の心を知らなければならないと私たちに語っています。7節、あなたの神主があなたを良い地に導き入れられるとしておられるからである。これは、花嫁の庭であり、この 愛する人の庭なのです。これは私たちの目を開かなければなりません。この地とは何でしょう。この良い地と、そこには水がある。このエデンの園覚えてますか。この善悪の木の実、そして命の木がありました。でそこには4つの川がありました。4つの川がありました。それが常に流れているので、エデンの園を潤していました。それをそこは荒野ではありません。水の流れと泉がある。非常に美しい良い地である。アメリカではカリフォルニア、ちょっと高い、高地に、良い地と呼ばれている Good Land と呼ばれている場所があります。でそこには、泉があり、で水の流れがあり、まあ、川ですね、泉がある。非常に、滝ですね、滝もあります。その滝は非常に力強くて、まあ人々はそこに行って水遊びをするんです。7節に書かれているこの水の流れ、この全ての生きるものに対して非常に重要です。私たちは水がなければ生きていけません。そして8節、7つの穀物が出てきます。小麦、このメインと、あなたのメインとなる食べ物が出てきています。小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロの地、オリーブの湯、オリーブ湯と蜜の地。ブドウがあればブドウ酒が出てきます。できます。イチジク、食事する前、また食後にもあなたがフルーツを食べることができる。でザクロ、そしてオリーブ油、ちゃんと油があります。あなたがそれで食べ物を作ることができるためです。オリーブ油、これは金の液体と呼ばれてますね。金色のした液体と蜜の地。1デイズ、日本語で忘れました。イチジクでしたっけ。夏目足ですね。夏目足、道の地、道という言葉は夏目足です。あなたは不足するものがないと。9節、あなたには十分に食べ物がある。何一つ足りないものはない。神様がこのようにしてアダムとイブのために、準備してくださったものを、ここには今約束のうちにも神様は自分のご自身の愛する者のために整えてくださったのです。準備してくださったのです。この40年間、この水がない、食べ物がない、その日々はもう過ぎ去りました。そのうち石は鉄である。9節、この土地には十分鉄分があると。その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地がある。地である。ただの石の荒野ではない。
この鉄があればあなたは何でも作ることができません。例えば、押し車など。そして聖堂があればちゃんとしたものが作ることができます。あなたには水があり、そしてたくさんの収穫物があり、ちゃんと腹を満たす食べ物があり、そして鉄もある、そして聖堂もある。石だけではありません。これは私たちが十分に生きることができるこの地なのです。これは私たちの力によって得たのでしょうか。違います。それは神様によってです。私の声をこれを全てあなたのために準備しておいた。全てのこの良いもの、今たくさんの人々がイエス様を信じて彼らが人生変わるのを分かります。それは多くの場合この物質が何かの物質をこの得た、物質的に豊かになったから祝福されると思ってしまう。しかしイエス様はこう言います。私たちが豊かになるとき、また次の世代が豊かになるとき、マナーを忘れてしまう、神様の言葉を忘れてしまうだろうと。この神様この祝福、この祝福自体が偶像になってしまいます。私たちはこれ全て当たり前だと思ってしまいます。このように私たちは考えてしまうのです。このようにして私たちは堕落していきます。私たちは自分の力で得たと。第2段落です。11節から20節。あなたが豊かになるとき気をつけなければなりません。主を忘れることがないように、非常に良い日々をあなたが送っているとき、全てが完璧だと思うとき、あなたは気をつけなければならない。あなたの主を忘れることがないようにと。11節。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定め、主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。12節。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、神様は喜んで私たちに与えてくださいます。非常に素晴らしい神様です。神様は全て天と地を作られました。この土地の収穫というのは神様から来ているのです。しかし私たちの心はどうでしょう。私たちが食べて満ち足りるとき、この3世代4世代ですね、今は彼らは良い地を、良い家を建てて、そして13節、牛や羊が増え広がり、金銀が増し、あなたの所有物がみんな増し加わった。すべてが良かったと。すべてが増し加わった。その時の人の反応はどうでしょうか。14節、あなたの心が高ぶり、あなたの神を主を忘れる。私たちは主ご自身を主の祝福に変えてしまう。この主の祝福自体がこの偶像になるということで、神様になってしまうということ。私たちはすべて当たり前だと考えてしまう。私たちの心高張り、すべては私たちにふさわしいと。主はあなたのエジプトの地、奴隷の家から連れ出した。主を忘れ、そういうことがないように。15節、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、何もない地、神様はこの荒野を通らせてくださった。水のない乾ききった地を通らせた。そして固い岩からあなたのために水を流れ出させた。神様の愛は
決してイスラエルを離れることはありませんでした。アラノの地でマナを与えてくださいました。そしてあなたをへりくだらせるためでした。そうすることで約束の地で良い生活を送るためです。あなたがへりくだるため、そしてあなたを試すため、これが最終目的ではなかった。最終目的というのは良い地です。あなたは良い地に入るのです。次の世代、すべての世代のためにこの地であなたを祝福した。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。私たちは、私がやったと。私たちは愛する人を突き放してしまいました。教会歴史も同じことを繰り返しています。この迫害されている教会から、そして国の国教として、宗教、国の宗教としてやっている教会も、このローマ教皇、ローマもキリスト教と呼ばれています。この祭司というのはローマ王のもとに、雇われていました。ある一定の年になると、ローマ、この祭司、このローマ公教がこのローマ王よりも高い位置につきます。このそしてこの多くの神父が、自分たちには罪がない、決して過ちを犯さない、このローマ公教すべて大事、この罪はない、この教会中も外も教会罪はないと考えてしまう。しかし彼らは堕落してしまいました。その当時のローマは、しかしあるこの太陽神に、ある意味この太陽神にこの支配されていて、でこのローマ公教というのは、結婚を許、婚姻関係を許されなかったんですよ。たくさんの、前にこの女の人がいました。そばめがいました。でこの婚姻関係の中で儲けていないこの息子たちがたくさんいました。1500年頃この教会が非常に堕落し、荒れしてる。そして、宗教改革が起こります。1500年頃です。その当時ローマはヨーロッパで一番この豊かな国となる。しかし一番堕落した国となってしまいました。でその後に宗教改革が起こります。ただこの世代、次の世代の話だけではありません。一番重要なことは、私たちの愛する人を突き放してはいけません。まず一番大切なのは、神様が私たちを愛しているということを次の世代に教えることです。私たちは心を高ぶるとき、神様を忘れてしまいます。特に私たちが豊かになったときです。一体愛する人にいるかかりながら上がってくる人は誰と、荒野から上がってくる人は誰、この画家にありますね。私たちは次の世代のために祈らなければなりません。私たちは自分の信仰が当たり前だと考えてはいけません。すべての世代を神様との関係を試みます。
この豊かさによって試みを受けるかもしれません。私たちの心を助けてくださいません。私たちが貧しい時に私たちは不平不満を言ってはいけません。私たちが豊かになる時、心を高ぶってはいけません。聖霊様が私たちを助けてくださいませんに、これで今日のメッセージ終わります。皆さん立ちましょう。私たちの世代、次の世代、みんな神様を褒めたたえましょう。
主、私たちあなたの皆を常しえまで褒めたたえます。あなたの皆は高く上げられることにはふさわしいです。主、私たちどのような状況であってもあなたずっと私たちを愛してくださることを感謝します。感謝します。主、感謝します。今日は仮用の日です。あなたは私たちと共におられることです。あなたの恵み私たちの中に満ちる日です。兄弟姉妹の皆さん、二人をペアしてシェアしましょう。あなたの今の人生にはどんな、その試みがあるのでしょうか。どんな訓練があるでしょうか。その試みの中にあなたは自分のことどの何を していることになったんですか。そして試みの中で神のことをもっと知ることになる部分何でしょうか。二人をペアしてシェアしましょう。
お互いに祈りましょう。私たちは試みの中で勝利を得ることができますように祈りましょう。私たちお互いに支援するときに、私たち自分の試練について分かち合いました。私たちよく心にはしてますが、どのような試練にあってもあなたは常に私たちと共におられることを私たちしてます。しかし私たちいつも自分の考えで迷ってしまいます。私たち自分の心を知らないです。私たち決断するときに自分の動機知らないかもしれない。恐れによってその決断するか、妥協によって決断したのか、それとも逃げようとしているのでしょうか。聖霊様、私たち口を通して自分のことをシェアするときに自分のことをよく知るように守ってください。私たち体験している試み、試練、苦しみの日々、私たちあなたに見上げます。私たち自分の力によることではなく、私たち自分の考えによることではなく、自分の目で見えることによることでもなく、ただあなたにより頼むこと、ただあなたにだけを信頼することができますように。主よ、誰一人あなたを、あなたが顧みない人はいません。私たちどのようなストレスの中でも苦しみの中でも、私たちあなたに目を向くように守ってください。信仰を与えてください。信仰を与えてください。あなたが必ず私たち最後まで顧みることを私たち知るように、アラノの日々、そして苦しみの日々必ず過ぎ去ります。主、私たち導いてください。前に進むように導いてください。あなたが与えてくださるのはカナンの良い地です。主よ、良い地を与えてくださることを感謝します。試みに会う兄弟姉妹のためにあなたに祈ります。私たち経済困難の中にある兄弟姉妹、私たちはお金に頼ることではないです。すべてのことは主に属するものです。主に属するものです。イスラエル人は40年間の間、衣行く破れなかった、足も腫れなかった。主はすべて与えてくださるです。主よ、まだ独身の人のために祈ります。独身の人は非常に孤独です。彼らは人々に言われるのも嫌ですけれども、主よ、あなたは必ず助けてください。私たちは黒いけれども美しいと主がそのように私たち見ておられます。主よ、私たち人をどのように見るか、
見ないように守ってください。私たちの心の動機を守ってください。私たちあなたの味方で私たちを見るように守ってください。主よ、心身の中で私たちあなたをもっと掴むように守ってください。すべての試練があなたからの愛、あなたから祝福があるから私たち賛美できるように守ってください。ハレルヤ。主よ、あなたにより頼みます。主よ、あなたが私たちを導いてくださった。あなたはイスラエル人40年の間にアラノで導いてくださいました。あなたはその間に彼らの衣服は擦り切れず、彼らの足は腫れなかった。主よ、あなたも私たちを同じように導いてくださいます。主が必ず私たちを祝福します。気をつけなさい。10節、あなたが食べて満ち足りるとき、主がお与えてくださった良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。私たちの直近、私たちの富、すべて主から与えてくださるのです。皆さん、スマホの中に神様から与えてくださった祝福を書き記しましょう。私の今の家、主から与えてくださった。私はこの家借りることできるのも主から与えてくださった。たくさん書いてください。私たちはカリオの祭りに主に感謝の捧げをしなければならないです。たくさんの主からの祝福を書いてください。そして隣の人にシェアしましょう。私が主から与えてくださったその祝福をあなたの隣の人にもあるように祝福しましょう。例えばあなたは5つの祝福あると、隣の人もその祝福が必要だと思ったらその人のために祈ってください。その書いたその感謝の事件に関して自分の子どもたちにもシェアしてください。主が私たちの祝福を次の世代にも伝えるように。短く書けば、短くシェアすればいいです。互いにシェアして祈りましょう。主は喜んで私たちに祝福を与えています。主が私たちと共におられます。主は私たちと共におられる証拠はこれですよと。私たちを互いに祝福しましょう。
主イエス、感謝します。私たちに与えてくださった祝福、あなたから来るものです。私たちあなたのことを忘れないように守ってください。私たち良い生活を送るときに、私たち満ち足りるときに、あなたを忘れないように守ってください。私たちの生き、私たちのすべてあなたから来るもの、来るからです。私たちの家族、私たちの子供、すべてあなたから与えてくださることを感謝します。私たちの祝福、長く保ち続けることができますように守ってください。私たちは礼拝によって、感謝によって、主の祝福を保つことができますように守ってください。イエス様の御名によって、子供の持っている兄弟姉妹を祝福します。彼らもあなたと同じように神を愛する、愛しますように。そして子供たちは、主は私の神だと言えることができますように。子供たちは神と親密な関係を持つように、そして祝福される道に歩むことができますように祝福します。主の祝福私たちに与えるように、主の光私たちに照らすように、主の平安私たちにありますように祝福します。アメン。イエス様、感謝します。あなたは私たちを顧みるだけではなく、私たちの次の世代も顧みてくださいます。皆さん、目を上げて、手をこのようにやりましょう。手を見てください。イエス様の御名によって祝福します。あなたを自分の目を、自分の手を見るときに、自分に言いなさい。私は富を得る力は主から来るものです。そして片手は自分の頭に置いて、片手は自分の胸に置きなさい。イエス様の御名によって祝福します。あなたの人生の歩みには、高いところもあれば低いところもあります。豊かな時もあれば貧しい時もあります。あなたのどのような状況であっても、あなたの心、あなたの口、自由に不満を言わないように守ってください。もう一人の、もう一つやります。あなた人生の一番最高の状況の中に、あなたの心を高ぶることのないように、主があなたに祝福されることを知るように守ってください。イエス様の御名によって祝福します。ここには生まれの祝福があります。あなたの子供、あなたの次の世代、その後の世代、もっと主に恐れることができますように、もっと主を敬うことができますように、あなたが生まれた霊的な子供も主をもっと恐れることになりますように祝福します。アメン。